むかしむかしあるところに浦島太郎という心優やさしい漁師が住んでいましたある日のことです浜辺を歩いていると一匹のカメが子供たちにいじめられているのを見ましたそこで浦島太郎はカメを助けてやりました 数日過ぎたある日、いつものように釣りをしているとカメが海から出てきました「浦島太郎さん僕はこの間あなたに助けられたカメですお姫様があなたを竜宮城にお連れしなさいというのでお迎えに参りました」「浦島太郎は早速亀カメの甲羅に乗ると海の中に入っていきました」 じょうはサンゴにかこまれさかながおよぐとてもうつくしいおしろでしたおひめさまはそれはそれはうつくしいおかたでしたうらしまたろうさんどうかごゆっくりしていってくださいうらしまたろうはじかんのたつのもわすれてたのしみましたまるでゆめのようなまいにちでした 数日が過ぎ浦島太郎は村のことやお母さんのことを思い出しましたついに別れの時がやってきました別れ際お姫様は浦島太郎に小さな箱を手渡しました浦島太郎さんもし困ったことがあったらこの箱を開けなさい。 カメに乗って村に帰った浦島太郎はどうしたことか自分の家もお母さんも見つけられませんでした村は全く変わっていましたどうしたらよいか分からなくなってしまい箱を開けてみることにしましたすると白い煙が出てきて浦島はあっという間におじいさんになってしまいました 竜宮城で楽しく過ごしている間に何百年もたってしまったのです今どこにいるのか夢なのかわからなくなってしまいましたおしまい。